本物の小学生はどれ？卒アル当てクイズ。タカです。ダイです。ケンタです。皆さん、小学生の頃の卒業アルバムの写真覚えてますか？どんなポーズで、どんな服を着て、どんな写真を撮ったか覚えてますか？ちょっとわかんない。わかんないか。ちょっと覚えてないかもしれない。そもそも持ってる？小学生の卒業。いや、なくしました。ないです。なくしたって何？はい、ないの？何年前だと思ってんの？僕が小学校の卒アルの写真を持ってきたので、今から3枚写真を出します。はい、で、1枚は本物の卒アルの写真、2枚は今撮った写真をね、はい、あるので、はい、どれが本物の卒アルの写真かを2人に当ててもらいたいと思います。なるほど。それはだってわかるでしょ。今撮ったんでしょ。今撮った。じゃあ絶対わかるじゃん。でもね、子供っぽく加工して、あ、結構どれが小学生かわかんなくなってるから、はい、視聴者さんの皆さんもどれが本物なのかを予想しながら見てください。そうなると難しい。まず1枚目、はい、じゃん。おーおおお、これ俺ね、3歳から水泳やってたから、はい、このね、ゴーグルを持ってるんだよね。なるほどね。おお、いいね。いいね。どういうこと？結構いいねってどういうこと？結構いいね。どういう意味？じゃあ次、2枚目いきますよ。はいはい、じゃん。あー、おー、すごい。え、水泳？野球やってたっけ？野球は親父がめっちゃ野球好きで、あー、なるほど。で、よくケイタと3人でね、野球やってた。ね、キャッチボールとかね。で、無理やり持たされたみたいな。そ, そんな顔してるよね。無理やり持たされたみたいな顔してるよね。今日あれだね、クオリティ高いね。クオリティ高いってどういうこと？え、クオリティ高いってどういう意味なの？もう違うじゃん。いや、なんか、いや、なんか分かんないけど、服とかさ、なんか見たことあるな。なんか最近見たことあるな。ずっと着てるんじゃない？小学生から。ああ、そうか、そういうことか。そうそうそう。で、3枚目いきますよ。はい。じゃん！おー、何も持ってませんね。でも、さすがに YouTuber になる、ね、あれ、子供がこんな普通なわけないから、まあ、これじゃないか、まあ、これではないような気もするな、うん、どれだろう。ちょっとわかんない。ちょっとわかんねえ。でもなんか俺3の気もすんだよな。いや、俺2だと思うな。いや、どう見ても1だろ。いやいや、なんで、どう見ても1だろ、これ。そうなの？え、でも難しいな。みたいな感じですわ。あ、なるほどなるほど。え、分かったのかな、見てる、動画見てる人は。いや、わかんないか、これ。結構難しい問題。本当難しい問題よ、これ。みたいな感じでいきます。はい。じゃあ、第いきましょうか、次。はい。1枚目。はい。かわいい。あ、こ、あれ？これだった気がするな。俺さ、バスケやってたじゃん。うん、小学校の時。うん、で、それぞれ持ちたがるじゃん、うん、子供って。だ、そうだね。まあ、それだよね。なんか小学校あったよね、宝物1個持ってるみたいな、ね、そう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 、何人か行ったよね、こうボール持って撮ってる。そう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 、そういうこと。そういう力候補。はい。え、どうですか、ガリ弁？まあなんかちょっとふざけて勉強してますよみたいな感じの。俺この頃から顔、そうそうそう、あ、顎が何が、まあシュッ、痩せてたから俺この時。この時痩せてたから。違う。じゃあ次、じゃあ次行きまーす。はい、じゃあ次行きまーす。はい、次行きますね。はい、どうも。パイナップルって。パイナップル。この時は、あれなんですよ。そうそうそう。あの、坊主にして、伸びかけみたいなね。はい。それじゃん。っていう設定で。エピソードっていう設定で、っていう設定で、今、撮ったかもしれない、それは。もう、2番とメガネは似てたね。え、そうでしょ、確かに。だから、こう。こんな顎上がったんだっけ。はい、じゃあ、はい、シンキングタイムいきますよ。はい、どーれだ。いや、むずいな、これ。これね、結構むずいよな。3番3は一番違う。いや、結構な、難しいよな、でも。でも、1はさ、うん、なんか顎長くなる加工でもしてあんのかな。別人でしょ、絶対。まあ、小6にしたらめっちゃ老けてるもんね、だってね。っ今の方がね、若く見えるから。俺は3で。まあ2じゃないか。どう見ても1だろ。
なんだよ。だいぶ老けてるの。小6クローズ持ってる。持ってないよ。この時俺のピークだったの、流行りの。結構でもさ、キモいよ。めっちゃキモい。垢抜けたね。だいぶキモいよね。俺ちょっとだから恥ずかしいもん。微妙に分かりづらいんだけど、穴開きの手袋入ってます。本当だ。不良に憧れて。だいぶダサいことしてんだ。いやだいぶね、ちょっと俺卒アル恥ずかしいんです。だから多分ないんだと思う。だから多分ないんだよね。過去を消したかった。ちょっと恥ずかしいです僕これ。なるほど。はい、1番でした。じゃあケータ行きますか。じゃあ行きますよ。はい、1枚目。そうなの、サッカーやってたしね。そうそうそう、しかもほら、このユニフォーム見て、うん、これ、古い日本代表ユニフォーム。あー、そう、当時のね。そうそうそう、あー、流行ったもんな、そういうのな。これはね、なかなか、ただちょっと一個気になるのがね、うん、顔の方がちっちゃいってとこが確かに、いや、まあ、うん、だいぶ遠近、ね、だいぶ、こう、ボール出してるんだ、多分。まあ、これ結構難しいと思うんだけど。これかもな。かわいいな、でもまあ、そうね、確かに。かもしんない。子供らしいね。うん、2枚目いきます、ね。愛くるしい。2枚目。何すか。あー、いた、でも、こういうやつ。いたじゃん、いたでしょ。ん、いや、いや、あのないよ。ん、なんか、なんか、いや、すごい、なんか、やっぱ変わんないね、昔から。そうそうそう、俺顔変わんないから。ほんと変わんないんだ、昔から。で、こうね、うんちって書いてくれるとかさ。まあ、いやちゃんなね。そう、小学生らしいじゃん、そこもね。ということで、まずさ、まあ、3枚目いきますよ、はい、3枚目はこんな感じなんですけど、はい、おおこれじゃん、これこれじゃん、もう。え、そうなの、これ、違うんだよ。違う、顔全然違うじゃん。だってさ、でもさ、普通さ、卒アルでさ、こう鍋とさ、こう、これ持って、まあ、持たないよね。バチ持ってさ、撮影しないでしょ、普通の小学生はさ。そう、何軍人魂って何。いやいやいや、だから、これはだから、ほら、ね、小学生がこのことかかるまあ確かに。これではない。まあ確かにそうだよな。多分これじゃないと思う。ジャージも赤着ないから。普通赤着ないよな。赤は普通、小学生は着ない。多分めっちゃむずいと思うんだけど、はい、この3つの中からちょっと選んだ方がいい。いやー、全部。まあ俺的3であってほしい、うん。まあね、うん。いやでもサッカーやってたからさ、うん、昔から、うん。俺2だと思うんだよな。2。うん。3、2。うん。いつか答え言っちゃって。はい。1なんすよ。嘘だろ。この卒アルだいぶおかしいよね、俺。何を思ったんだろうね、まあ、当時。宝物だったんじゃないの。持ってきていいよって言われて。あ、そうだ、宝物持ってきてって言われたよ。それで、これだだいぶ頭おかしいよ。いやいや、相当な家庭環境で育ったまあ、小学6年生はこれから卒業アルバムの写真を撮る時期かと思うので。そうだね。まあ、一生残るものだから、あんまね、この二人のようにはならないように。ちょっと真似しない方がいい。このカッカみたいな無難なのがいっちゃいいよね。そう。10年後見てもお可愛いなって思える写真を撮るようにしましょう。はい。恐竜の顎を狙うとちょうどいいぐらいです。なるほどなら、はい、ああ、そういうことか。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとそれでやってみますね。はい、やりましょう。よし、じゃあこれでこういう。次回、クレーンゲームをしているオルタナチャンネルを邪魔してみた。チャンネル登録して待っててね。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけど、どちらかというとこの歌は